英文法問題解説第51回。問題見てください。二人の人の会話ですよね。How do you like this park? It's wonderful. I never dreamed of... なんたら、such a quiet place in this noisy city. さて、どれでしょう。正解は3番の There being ですね。How do you like this park? この公園はいかがですか? It's wonderful. 素晴らしいです。I never dreamed of there being such a quiet place in this noisy city. この騒がしい都会にこんなに静かな場所があるなんて夢にも思いませんでした。正解は3番の There being ですね。I never dreamed of there being such a quiet place in this noisy city. Of は前置詞なので、その後には目的語が来るんですね。目的語というのは、名詞または名詞相当語句。入試問題では圧倒的に同名詞が来ます。さて、同名詞の意味上の主語は、名詞または代名詞の所有格や目的格で表します。で、同名詞の前につくことが多いんですが、この問題ちょっと変わってまして、括弧の後の such は quiet place が意味上の主語なんです。後に来ているところがミソですね。意味はもちろん存在を表しています。これは中学で学習する there is there are 構文というのは、その構文を思い出して解かなければいけません。で、正解は3番の there being なんですが、このことについて書いてある、載っている参考書ほとんどないんです。でも、かつてのセンター試験問題に出てしまいました。その場で考えたらわかるとは思うのですが、ちゃんと参考書に載っていたかというと、難しいと思います。さて、他の選択肢についてちょっと考えてみます。選択肢1番の being を使うと、of プラス意味上の主語プラス同名詞として I never dreamed of such a quiet place being in this noisy city とすると順序変えるとですね、英文として成り立つのですが being が先に来ちゃうと変なんです。また選択肢2番の having been の場合も同じように of の後に such a quiet place で having been と順序が変われば、まあ、文法的にはなんとか英文として成り立ちます。しかし意味的にはかなり微妙ですよ。その完了形の方はね。で、そういう文法的な知識なしで、being と having been の使い分けを聞いているのではないかというふうに勘違いしてしまうと、そこで時間だけが過ぎてしまうんですね。だから1番と2番がセットで出題者の罠だったんです。そこに絶対引っかかってはいけません。さて、もう解説のまとめとして、下半分の説明を見てください。of は前置詞なので、目的語として名詞または名詞相当語句、実際問題としては同名詞が続きます。そういう知識が邪魔をして、1番と2番で迷わせる問題でした。正解の3番、there being が載っている参考書はほとんどないかもしれません。その場合はその場でじっくり考えてくださいねっていう問題でしたが、一般的な文法の解説をした後で申し訳ないのですけど、実は受験テクニックがありまして、一発解けてしまいます。選択肢の1番、2番、3番はすべて同名詞つながりで似ているんですね。being、having been、being ですね。すべて同名詞つながりで似てます。だから1番か2番か3番かでちょっと迷うというのがありまして、で、同名詞が含まれていない4番の選択肢も、正解の選択肢と何らかの似通ったところがないと、不正解の選択肢として存在価値がないんですね。ということで、正解が3番で、4番は同じthereが含まれている。だから4番の選択肢はとんでもない選択肢なんですが、3番とthereつながりで似てるんです。ですから、とんでもない選択肢も正解の選択肢と何らかのつながりがあるという受験テクニックがあれば、解き終わった後でいいのですが、
4番は何のためにこんなところに変な答えが書いてあるのか、選択肢が書いてあるのか、出題者の意図を汲み取って、あ、これはどう考えてもやっぱり3番が正解なんだ、問題作ってる人頑張ってますね、ご苦労様っていう感じで、過去問研究を終えていただきたい。そうじゃないとね、高得点は無理ですよ。即座に3番にたどり着いた後、出題者が何を考えていたとかのかをですね、しっかり探るというのが正しい過去問研究のあり方です。いかがです？最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。